はい、こんにちは、ピカです。さあ、それでは今回もモンスターハンター3続きやっていきましょう。で、ステータスですけど、まあ少し強くなりましたね。防御力一桁台だったんですけどもね、あまり変わってないですけど、で体験の方もまあちょっと強くなったのかな。50、まあ倍近くの攻撃力になってますね。うん、で星2の緊急クエスト多分出たと思うんで、ちょっと見てみましょう。まだ緊急出てないですね。このドスファンを倒したら出るのかな。これさっとちょっと倒してみよう。ここは水没林というステージですね。水没してますね。で、こっちにいるのかな。あ、いたな、あのイノシシ。あまり迫力ないけどね、結構強いの。結構上がってますからね。ムラクエの星2だったらちょっと楽に行けると思うんですけど、
モンハンはこのあのトライジェイも好きなんですけどね、海に入れるんですね。ちょうどこの水没林のステージもあって、それ本当に水没してるんですね。水の中のステージは最初すごい苦手だったけど、今で結構楽しんでます。でも 3DS でしかできないからね、実況したくてもできないんだよね。よし、さっき倒したぞ。IG はWiiU でしか出てないですよね。プレステ4とか3に出てくれればいいんだけど、同じ会社のカプコンのバイオハザードとかね、結構移植されてるんで、モンハンもどんどん移植してもらいたいな。これで緊急出るかな。また出ないか。まあまあ、もうそうなるもの。よし、それじゃあ緊急出るまで少しカットしようかな。それじゃあカット。はい。またトークマーク出ましたね。これは緊急じゃないのかな。見てみましょう。まあいい。まあまあ、もうそうなるもの。緊急っぽいな。まあまあ、グルペッコ。緊急クエスト。よし。まあ。クルペッコの翼硬いからね。今ね、装備の方は切れ味が黄色だったのが緑ちょっと入ってるんだけども、緑で弾かれるのかな。クルペックの翼結構硬いかったような気がする。よし、倒してこよう。クルペッコを倒してから、まあ徐々に少しは見れるようなモンスターの討伐になってくるんじゃないかな。まあ自分は達人動画みたいのは作れないんでね、正直これに出てくるアルバトリオンとか、そういうのちょっと
ソロでは、まあ練習したらできるかもしれないけど、ソロでは自信ないんでね。まあそれ以外の、まあ、ベリオロスとかウラガンキンとかジンオーガとかギギネブラとか、まあそこら辺のモンスターをいろんな武器で、どこだっけ、6番か、うん、いろんな武器でちょっと倒していってみたいなと。まあ同じようなレベルのね、方たちに、まあ見てもらって面白いと感じてもらえれば嬉しいんですけどね。何番だっけな、ここか。ジャニーも一緒にいるか。あれ使えないからね。あれ結構 OG とかに使うんだけどね。止まってる時は使えるんだけどね。この時もね、突撃前転突きあれば、この野郎。しもべ寝てるぞ。
っち行ったんだ。こっちかまた。いないな。さあクルペッコは何番かな。4番行ってみようか。
鎧着てるみたいだ。なんか来たか。なんか来た。ああ、青柱か。邪魔だな。壊れたぞ。
つ魚が落ちないよね。見て、フェイント切れてしまった。多分9番だと思うんだけどね。9番の木の上で寝るんだったな、あいつら。悪魔。あれ？あの木の上で寝てるんじゃないのか。寝てないか。どこ行ったんだろう。
7番か。飛んできた。よし、落ちた。やっぱり9番行くな。クマいるかな。まだ次から星3のクエスト受注できるんだよね。レイヤーとか出るんじゃないかな、そろそろ。はい、それでは今回はこの辺にしておきます。ではまた次回お会いしましょう。